はい。ということで、12月17日のマーケット振り返っていきたいと思います。動画の最後の方で FOMC の話もしていきたいと思います。 まあ非常になかなかひどい相場が続いてますということで、アメリカの方ですね。まず振り返っていきたいんですけれども、VTI っていうアメリカ全部を表す指数ですね。こちらがマイナス1.12%でございます。そして S&P500 がマイナス0.9%。そして一番ひどいのがこのナスダックですね。ハイテク系が非常に売られておりまして、マイナス2.57%となっております。 で、小型株なんかに関しても、やはり、この損切りの動きですね。この時期になると、自分の今年の1年間の収支を調整するっていうところで、損失が出ているメガネに関しては損切りが出てくる時期なんで、特にこう下がっている株ほど損切りが出やすいっていうのがこの時期の特徴ですね。 なのでガーファームとか見てると強いんですけれども、それ以外の小型系のハイテク株とかはもうめちゃくちゃ売り込まれているので、えー、まあそういったところで損切りの動きが出ていて、下げがさらに加速しているということですね。そして本日の日本株ですけれども、マザーズですね。これの下げがなかなか止まらないということで、本日マイナス3.72%ですね。でこの 金の高値からで、いくと約19下がってておおりりりままます。11月中頃ですす。月月でででね。この1ヶ月間で19なんで相当売り込まれておりますとでマザーズここまで下げている理由に関してもさっきと一緒で個別のパフォーマンス悪いところが特に損切りの対象になりやすいということで下げがさらに下げを呼ぶと。で、あとは IPO とかもあるんでそっちの方に資金を移したりということで、まあ、これはちょっと先週の動画でも解説したようにやっぱりマザーズがちょっと弱いな っていうところですねでそして日経平均株価ですけれども、2万9000を昨日、奪還していたんですけれども、本日まだ2万9000を割れておりまして、マイナス1.79%ですねで。そしてトピックスの方も昨日は2000ポイント回復してきていたんですけれども、本日マイナス1.42%でございますということですね。 まあ、マザーズを見てもわかるように、今、中小型系のグロース株ですね。ハイテク系がすごい弱いです、ね。で、これに関しては、金利を引き上げるっていうことがもうほとんど分かってるんで、折り込んではいたんですけど、やっぱり実際 FOMC でテーパーリング加速しますよ。利上げ。 早めますよっていうことで、まあ、そこの懸念から金利が上昇するんじゃないかというところでやっぱり中古型グロース系はその金利の上昇に弱いのでそういった半年先をもう織り込んだ値動きをしてるんじゃないかなというところですね。とはいえその10年債利回り見ても、まあ、そこまでまだ反応はないですね。今のとところはままだ0.99%プラスぐらいに留まったと いうことで昨うアメリカは上げて終わったんですけど今日はね下げましたとだからほとんど上げた分を全部戻したぐらい下がりましたとだから FOMC の反応自体はそこまで悪いものではなかったんですけど1日経ってまた下落が進んでおりますということですね はい。そして業種別見ておきたいんですけれども、値上がりナンバーワンが金変工業ですね。第2位が電気、ガス。第3位が石油、石炭ですね。で、値下がりのトップ3ですけれども、一番値下がりがひどいのが精密機器。で、次にサービス業。次に金属製品となっております。 で、あとはテーマ別とかで見てもメタバースとかですね非常に売り込まれております。あと半導体も昨日アメリカのソックス指数ですねフェラデルフィア半導体指数っていうのがあるんですけどそれが大幅に下落した影響で今日の日本株の半導体もかなり弱いスタートになったということですね。まああとはテーマで見ると2021年の IPO とかも非常に下げております。あとはデジタルトランスフォーメーションとかも非常に今日は弱かったと。 でまあ、まだマしだったかなーっていうのはこのリチウムイオン電池関連ですね。これは先日言ったようにトヨタが設備投資をするっていうことでそれの期待感から、まあ、まだ買われてるかなーっていう感じですね。まあ、これもまあ下がってはいるんですけど全体的に大幅に下げている中では耐えたかなというところですね。 でそして売買代金上位ですけれども、第1位日経レバレッジ、第2位レーザーテック、第3位ソフトバンク、第4位トヨタ、第5位日本郵船、第6位東京エレクトロン、第7位川崎汽船、第8位ソニーグループ、第9位ニンテンド、第10位サイエンスアーツというラインナップになっております。でこれサイエンスアーツはこのメガネですね。でこれも IPO ですね。まあこういうところで一部上げているところはあるんですけど、まあほとんど今日は IPO もボッコボコにやられていたと。 ということで、なかなか難しい相場が続いております。はい。そして今日の値下がりですね。マーケット全体っていうところの値下がり上位を見ても、やっぱりね、マザーズ系が目立ちますね、ということで。まあ、みんなが好きそうなやつとかがね、非常に下落しておりますと。まあ、例えばネットプロテクションズホールディングスとかマイナス17%ですね。あと、マックビープラネットとかもマイナス10%。セルソースもマイナス11.46%。11. で、これも IPO ですけど、プラスアルファコンサルティングをマイナス9.66%ですね。で、あとは、一時めちゃくちゃ強かったフロンティオに関しても、本日はマイナス9.1%ということで、だいぶ売り込まれておりますと。あとは、エネチェンジとかもそうですね、プレイドとかも、一時これもすごい人気でしたけれども、本日マイナス8.26%ということで、まあ、この値下がりのラインナップとか見ても、やっぱり、 グロース系が非常に売られていいるとだいたいチャートが悪いんでさらにその損切りの動きが進んでいて、まあ、今年の利益と今の含み損を相殺して、まあ、税金をできるだけ安くしようっていう動きが、まあ、これがもう世界的にアメリカ株でも同じようなことが起こっているんでしょうがないといえばしょうがないかなと、まあ、この時期はねよくその税金対策の売りが出やすい時期なんで、まあ、そういった面でこうグロースの売りが加速しているとチャートが悪いところですね、まあ、という形になっておりますと。 そして本日のニュースというところで、まあ、厳密に言うと本日というか、昨日の結果発表っていう話にはなってくるんですけれども、FOMC、ずっと注目されておりましたけれども、結果が出ましたと。で、テーパリングを2倍に加速します。で、2022年の3回利上げを示唆ということですね。 FOMC のポイントとしては、インフレは一時的だっていう文言がなくなっていますと。だから、本当にもうこの今、物価の上昇っていうのが深刻な問題になってきてますよと。だから、早く金利とか引き上げないとまずいよねっていう話ですね。で、元々の予定だと、テーパリングの終了っていうのは2022年の6月を予定していたんですけれども、今回の FOMC で2倍の速度っていうことで、テーパリングの終了は2022年3月。 になりますで,で、債券の減額に関しても150億ドルずつ減額していたものが300億ドルずつ減額していくということですね。で、利上げに関しても6月ぐらいになるんじゃないかということで今見られてますね。だから2022年6月なんでちょうど半年後ぐらいですね。で株式市場ってたいこの半年先の値動き見て、まあ、動くってよく言われてるんでそういった面でもこうちょっとねハイテク系が 弱いということですね。ということで、全体的な流れとしては、やっぱりちょっとグロース系が弱いなと。いつも僕も、あの、たまにライブ配信でやってる17銘柄で、高配当17銘柄ってあるんですけど、その後配当の方は、そこまでパフォーマンスやっぱり悪くないんですよね。まあ、全体下げてる中ではまだマシかなっていうところで、やっぱりグロース系がすごい売られてて、高配当とかバリュー系がまだ、下げが相対的に見て弱いっていうところで、 ちょっとこうバリューシフトがまた進んでいるような感じですね。というところでこうポートフォリオを見直すにはすごいいい時期じゃないかなと思います。だから自分のポートフォリオがこうゴリゴリのグロース系ばっかりっていう人に関してはもう今この時期はちょっと高配当の方が実際パフォーマンスが悪くないのでそういったところにシフトしていってもいいんじゃないかなと思います。 で今日の年初来高値とか見てみると28名柄しかないんですけど、本当に少ないんですけれども、高値見るとインペックスとか、これ高配当ですけれども、あとはもうみんな大好き JT ですね。これも年初来高値何気に取ってきているっていうことで、やっぱり、ちょっと高配当に買いが集まってるような感じですね。というところで、こう自分のポートフォリオを見直してみて、あ、ちょっとハイテク系とか金利の上昇に弱い銘柄多いなーって人は、ここのタイミングで税金の調整がてら、 こう調節してみて、ポートフォリオ入れ替えても面白い時期じゃないかなという風に思います。はい、そして今夜はアメリカも sq があるので、来週からまたどうなるかっていうところは非常に注目かなと思います。はい、というところで、今年ももう残すところはあとわずかですけれども、今後もこのような株式同士の情報、どんどん発信していきますんで、気になる方でしたんで。登録よろしくお願いします。以上